遠藤久氏は、愛知県南下良郡新四郎町出身の詩人、児童文学作家、児童文学導入詩、若木を主催。1947年から1967年まで、三好町立三高中学校で教員を務めながら、画家としても活動した、遠藤稲子は妹。遠藤久氏の詩、幾春をイメージした油彩の大作、幾春なども描いている。 1906年3月17日、愛知県南下良郡新城町に生まれた。父は駐在所の巡査を務めていた、遠藤虎吉、母はタイ、姉に君よ、妹に稲子がいる。明治末期には、新城町からタイの故郷である岡崎市に転居し、1912年に岡崎で尋常小学校に入学した。同年12月には、 父の虎吉が去年49で死去した。遠藤久氏は幼少時から文学に親しみ、小学校1年生の時には大型絵本、少年百個体を読んだ。小学校6年生の時には綴り方の授業を好み、渡辺火山の生き方に興味を持った。高等小学校の卒業後には岡崎市立商業補修学校に入学した。1926年に、 商業補修学校を卒業して、岡崎市内の銀行に就職したが、20歳の時にポリオに感染したことがきっかけで銀行を退職した。1927年には、友人と共に短歌導入し、催眠外を発行し、病気の悩みや悲しみを短歌に託した。1931年6月には、歌集、暗衆のしかばを発行し、 児童文学作家の小川未明から、静かに燃える炎、冷たく澄んだ空の下に咲く赤い花という感想を、もらった。1936年5月、アシア・ロソンが率いる日本童話協会が、日本童話集を発行した際には、島崎藤村、相馬漁風、浜田広介、小川未明などと並んで、遠藤久志の創作童話、立ち上がるが収録された。 1937年2月には、児童文学の同人誌、同心の花を発行した。1938年には詩集、若いともに、お上司したが、特攻警察から、アナーキズムの発言を指摘されて没収された。1940年頃には、詩人の野村義也が主催する、童話時代に参加し、同年7月には回覧し、兄弟第15号の編集を担当した。 同年秋に、愛知軍天白村矢事に転居した。1942年7月、東京の出版社から童話集、兵隊さんと花が出版された。1943年4月には、司会書房から渡辺火山の電気、渡辺登の生涯が出版され、同年8月には、清水書房から童話集、子供の町が出版された。 太平洋戦争の戦局が悪化した1944年には、妹の遠藤稲子と共に、西鴨郡三好村大和三好上に疎開した。戦後の1945年11月、短歌を中心とする一般文芸道人し、銀河を創刊した。三好町出身の歌人である石川恒夫、天田アンの研究者でもある中野貴公なども銀河に寄港している。 1948年には、詩集、人類の意志を尋ねとの主カバンを発行した。1950年5月には、児童文学導入し、若木を創刊し、童話作家の花岡大学から評論を寄せられたことも、あった。1953年には、西鴨群三好町八坂に住居を新築した。1954年頃には、第24号をもって、若木を休刊させている。 1960年12月、54歳の時には、母の体が、去年84で死去した。1961年10月には、同様、同州母さんバナの主歌番を発行し、毎日新聞の学芸欄で、悲しい時に泣き、嬉しい時に笑う自然の感情を、万葉集の先森の歌に見出して優しい現代、語訳を試みている。 素朴な人間感情を豊かに再現して印象に残ると評された。59歳だった1965年には若木を復活させ創作童話、詩、童謡、書評などを発表した。1971年には中部日本文学会が発行した日本児童文学選手に創作童話、パカンの万年筆が収録された。1972年には 両館の和歌の交互役などの、スミレと蜂の子の死阙番を発行した。1974年には、詩人の原田直友や児童文学作家のハソベ・タが、主催する銀山の同人となった。同年には、同様集、来なかった魔法使いの死阙番を発行した。72歳だった1978年には、和歌儀の発行を第49号で終えたが、1950年の、 総刊からの通刊は73号だった。1983年11月、短詩集、天与の涙の詩かばを発行した。1984年7月、現代少年詩集編集委員会による、現代少年詩集84に、六等石のドバが収録された。1985年、個人雑誌、青い雲の発行を開始し、 86歳となる1992年11月まで年2回の発行を続けた。1996年、同様詩集、虹の橋の詩カバンを発行した。1997年6月に死去した。去年92、遠藤久氏の特設コーナーがある三好市立中央図書館2016年に三好市立中央図書館が移転開館する際には、 記念事業として、遠藤久佐氏の作品集が発刊された。2017年2月には、三好市図書館学習交流プラザ、サンライブで、遠藤久佐氏と遠藤稲子の特集企画展が開催された。ありがとうございます。